まあ、それが毎日のトリートメントとかね、リンスとかでも追いつけばいいんですけど、まあ、それが今現実的に無理なんです。現状確かにやっぱ市販のものじゃなかなか追いつかない。ノーブがね。そうなんですよ。だからこれ積み重ねるとどうなるかって言ったら、自分のしたい理想のスタイルって多分あると思う、うん、それに近づくことができるっていう。なるほど。はいどうもー。はいどうもしかできへんメニューっていうのめっちゃあるやんか。ありますね。それをうちの熱い思いを込めて全国の皆さんに説明してもらいたいなと思って。なんかカットとかカラーとかパーマって俺らからしたら当たり前じゃないけど、それはもうかっこよくしますよっていう思いがあるやんか。やけどそれ以外にもスパとかトリートメントとかいろいろあるやんか。はいはい、その辺を熱い思いを込めて解説してもらいたいなと思います。そうですね。はい、トリートメントになります。ほう、トリートメントよくあると思うんですけども、いろんなサロン行った時にトリートメントどこにでもあると思うんですけど、うんうん、まあ、それこそ僕らもそのドゥーストですごいこだわってて、やっぱメンズならではっていうところでね、うん、すごいこだわってもらってるんですけど、カラーパーマする人も多いですけど、うん、してない人でもやっぱりこう日頃紫外線やったりとか、そうやね、ドライヤーの熱やったりっていうところでやっぱダメージってすごい重なるんですよね。でそういったところに対してまあしっかりケアをしてあげる、まあ、それが毎日のトリートメントとかね、リンスとかでも追いつけばいいんですけど、まあ、それが今現実的に無理なんです。現状確かにやっぱ市販のものじゃなかなか追いつかない。濃度がね。そうなんですよ、全然違うんですよ。それがまあどういうものかっていうと、一応あの2種類コースみたいなのがあって、まあ、2種類重ね付けするコースが一応ありまして、うん、それが約10倍そのトリートメントの栄養分とかその水分の多さが10倍あって、まあ、それこそあの1週間から1週間半ほど持続してくれますよっていう、うん、私その1週間のケアがあるかないかでやっぱスタイルのあり方ってめちゃめちゃ変わるんですよね、うんうんうん、はい、っていうのと、あともう1個がさらに2種類増えまして4種類になるんですよ。なるほど。しかもその4種類っていうのが選べるんですよね、仕上がり方が。ふんわり目やったりとか、ね、弾力やったりとか、うん、しっとりさとか、うん、結構ある中でまたそこも選べるんですよ。でそれが一応20倍で持ちが大体3週間って言われてます。なるほど。そうなんですよ、これはやるしかないでしょっていう。3週間とかやったらもうな、いやもう安心ですよね。言ったらもう僕らがもう家にいるみたいなもんです。3週間の間は俺らが家にいて、そういうことですよ。髪の毛ついてくれてるっていうことで、一番理想な形言うと、もうめっちゃこっちのわがままになるんですけど、うん、毎日こっちでシャンプーしてほしいです。いやそれはめっちゃわかる。めっちゃ思うっすもんね。シャンプーのやり方一つでも変わってくるもん。いやそうなんですよ、やっぱ変わってくるんで、うん、まあ、ぜひ来てほしいんですけど、やっぱコスパめちゃめちゃ悪いし、時間もめちゃめちゃ無駄になっちゃうんで、家でもねこうしっかり持続してくれるトリートメントやってることによって、うん、次のカット行くまでにしっかりいい状態で来れるっていう、うんうん、確かに、ね、はい、めちゃめちゃおすすめしてます、ね、あの4種類のトリートメントにさ、はい、お家でのホームケア足してくれたらめっちゃ持続力伸びるやつあるありますね。あれもちょっと言ったって、あれも言っちゃいましょうか。それもちょっとセールスくざくはなるんですけどでもこれやってくるかやってないかでも次カット来てくれるまでな、ね、変わるっすね、うんうん、もうそれこそ僕らはもうこうやってパーマツイストを繰り返してるんで、やっぱこう家でケアしてるだけでも家だと全然違うじゃないですか。やっぱり絶対違う。私やっぱそ家でのケアっていうのすごい大事にしてほしくて、うん、ついに出しちゃいましたよね。僕らが出したみたいになってるんですけどあのホームケアがあるんですよね、うんうん、意外に知らない人多いよな。多いですね、うん、私その毎回、まあ、トリートメントメニューねやってくださる方とか、うん、あるいは興味持ってる人とかめっちゃいると思うんですけど、サロンのケアやっぱ家でできるのがやっぱ理想ちゃいます。間違いない、はい、っていうので一応僕らそのプレミークっていうねコダのものになるんですけど。なかったわないですね。プレミークね。そうなんですよ。あれやってたらどういう効果があるの？外部の補修の強度が増すんですよね。ほう。でそれも普通のトリートメントと違ってやっぱちょっと栄養分多いんですよ。ちょっとっていうかもう 1.5 倍ぐらい外部補修の栄養分が多いんや。多いんですよ。やし、うん、それこそつけすぎると逆に注意点が必要なぐらい、あのギトギトになるんですよね、うん、栄養分豊富すぎて。なるほど。やし3日に1回でいいって言われてるんですけど、まあ、ハイダメージな人はまた状況にはよるんですけど、うん、3日に1回でいいっていう、もうそれぐらいもうプロ仕様です。プロ仕様や、ほんまに。それこそでもそれをやっぱ家でやってあげることによってやっぱりいい状態のまままたいい状態カットできて、またさらに家でいい状態キープできる、うん、なんかこう積み重ねるとどうなるかって言ったら、自分のしたい理想のスタイルって多分あると思うんですけど、うんうんうん、それに近づくことができる。なるほど。理想のスタイルをするためにトリートメントは絶対やった方がいいですね。なるほどです。間違いないですね。はんはんはん。市販とかになかなかトリートメントってないとは思うんですけども。そうやね、リンスっていうイメージが大きいもん、ね、いやそうなんですよね、やっぱコンディショナーとかね、いろいろ多いです。確かに確かに。まあやっぱりそういうナッチャロンでもしっかりできるトリートメントで日頃のケアをさらに補っていくっていうのが理想のヘアスタイルに近づくための一つと。いやそういうことだね、はい、じゃあ、はい、めちゃじゃあ言うてもらったけど、まあ、結構ポンポンといく感じで、まあ、でも
伝わってまいたから、ね、いや伝わってるよそら。いやまあでもそれぐらいな熱い思いがあるってことやから。いやほんまにそうですよ、なかったら言わないですし、間違いない、言えへんよ、出ないですからね、語れへんよ、ほんまに、うん、これ結構見落としがちなことなんですけど、うん、ヘッドスパなあ、ヘッドスパハゲんの嫌じゃないですか。いや僕マジで嫌で怖い。ですよね、ですよね、ですよね、ちょっともう早く説明したすぎてやばいですよ。